こんにちは、そっかじくのこぶです。今回の気になる男シリーズ119話ですけども、たかさんからね、動画をいただいて、まあ、私の UFO シリーズの動画、ヤオイ純七シリーズね、あ、結構見ていただいてるんだなと思いましたね。本当にありがとうございます、お忙しい中。で、今回はですね、あのヤオイ純七シリーズですけども、あのー、あれ結構編集したり、BGM つけたりとかしてたじゃないですか、テロップつけたりとか。で、最初はああいう形でやってたんですよ。でも今私は、 編集の取って出しが結構多いですよね、まあ、これはね当時編集して動画を出すっていうのが結構好きだったんですよ、まあ、言ってみれば動画編集にものすごく熱があったんでしょうねで今はですね動画をたくさん出すこと自分の知ってることとか気づいたことをどんどん表現することにエネルギーが傾いてるんですよもちろん編集の技術はああいう風な感じで初期の頃の私はね使っていたんですよでも今は使ってないんですよねこれいろんな 考え方があるんですけども、編集きっちりして動画の質を上げていくのか、クオリティを上げていくのか。でも、クオリティが上がったところで、それを判断するのは視聴者さんですからね。ですんで、話の内容がためになれば、編集とかテロップとか逆にいらなかったりするんですよ。まあ、そういったこともありますんで、常に、まあ、スタンダードモデルでね、いいものだよってものを作れば、いいものができるとは限らないんですよ。ですんで、いろいろ試してきたってことがあります。まあ、今回この119話では、じゃあ今までね、 どんなパターンの動画を私が試してきたのかってことのまた一例をお話ししたいと思います。今回はですね、アイドルさんです。ね、あの、広島ロコドロフェスティバルっていうのがね、あの広島中心部でありまして、これは月に1回100組ぐらいのアイドルさん、地元の,あの中学生とか高校生ぐらいのね、アイドル活動している同人アイドルさん、地下アイドルさん、こんな感じです。地方のローカルアイドルさん、ロコ、おロ,コロコ、ロコロコロ。 ローカルアイドルか、ローカルアイデルさんっていうんですけどもそのローカルアイドルさんを集めてで、えー、と順番にねステージに立ってもらって歌ったり踊ったりしてもらうみたいなそんなイベントがあるんですけども動画概要欄にいくつかね動画を貼っときますで私はここのメインスタッフをしていてで、えー、ずっとねカメラマンもしていたんですよで運営とかにか携わっていたんですけどもそれがね2012年とか3年ぐらいかな5年間ぐらい やっていいたのかなと思いますけどもえと100回を目指してやっていたんですがちょっと100回には至らずにアイドルさんが集まりにくくなったりとかねまあ感染症の影響があったりとかしてだんだんできなくなってきたんですけどもまあ何にしてもね本当にねあの小学生から高校生ぐらいまでのそれからまあ大学生ぐらいのね女の子がいっぱい集まってねあのいろんなパフォーマンスをしてくれましたですごく楽しかったんですけども何が言いたいかっていうと。 動画を出すっていうのは別にね自分が全く出なくても地方のイベントを撮影してアップロードしてるだけでもアクセスは取れますよってこと広告収入も入りますよってことチャンネル登録者増えますよってことを言いたいんですよで今回3つのパターンをちょっとお話しします1つ目はきっちり編集して番組を作るまあこういうふうなプロデューサーみたいなねテレビ局を運営してるようなつもりで映画を作るような感覚で、えー、きっちりとした編集動画をアップロードするっていうパターンですね 2つ目が、もう編集とかなんとかもあるんだけども、一応ね、誰かが何かをやってるところを撮影してアップロードするみたいなね、今回のアイドルさんみたいなやつです。でそれから3つ目は、まあ今いる、いわゆる私が今やってるノウハウの取って出しとか、気づきのこうトークとかね、えー、投資はこういうもんですよみたいな。 話の内容にこそしっかり意味がある。まあ耳学問ってやつですか。耳から学ぶってやつですね。そういった動画とかね。まだまだちゃんあのパターンはありますけども、大きく3つを今回紹介させてもらいました。で、そのうちの2つ目。アイドルさんが何かをやってるところ、他社が何かをやってるところを動画でそ撮らせてもらってアップロードする、まあ。例えば講習の面前で、講演とかで、あのー、 まあフェスティバルですよって言って踊ってるものに関してはそれ動画撮影したアップロードするのはもう前提でやってますからそれはもう結構自由に撮れると思うんですよ。それこそ撮影禁止とかね動画アップロード禁止っていう風になってなければどん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 そういう風にね自分を表現したい人をカメラマンとしてちょっと表現してあげるみたいな形で言ってみれば協力してあげる形でねアクセスを自分のものにしていくとかあそしてファンを広げてあげるみたいな感じでやっていけると思うんですよ。 でこれはね、本当にアイドル系のものとかが一番当たると思うんですよ。あの可愛らしい女の子が歌ったり踊ったりしてるところを撮影するのもね、まあ、楽しいですし、えー、それをアップロードしてあの、そのね、アイドルさんに喜ばれるのも一つの喜びだと思うんですよね。まあ、そういった形で、あの迷惑にならない程度にね。 変なねちょっとエッチな画角で撮るみたいなことをしなければ本当にあの喜ばれると思いますしそれこそ40代50代の人が結構ねメインでそういうことをあのやってたりとかあとオタゲーって言ってね客席であのこう変わった踊りをサイリウムっていう,こう懐中電灯みたいなのをやりながらやったりとかねそういうところも結構楽しかったりするんですよはいそれでねここがあのずっと行くと今度はね人間すら出ない動画っていうのもアクセス稼げるんですよ例えばね あのコールダックっていうので検索していただくとコールダックがね飛んだり跳ねたり踊ったり食べたりとかしてるところを本当にただこうやって編集なしで撮影してるっていうのがアクセス結構高いんですよねそこにはすでに人間すら出てないし人間の意思すら存在してないのにものすごくアクセスが取れたりとかねあとこうひよこの群れみたいな感じでひよこの軍団がピュ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 ってからねあの走ったりなんだりしてるところこれもねアクセス高いんですよそうなるとひよこ業者さんとか卵業者さんとかね それからコールダッククを飼っっててるるよような農家さんんとかっていうのはそれだけでででアクセスが稼げたりするんですよで私はそれが転じて合鴨、ね、農法っていうところにたどり着いて合鴨農法のところに2時間半ぐらいかけて出かけていってねものすごくこうへき地の方に行ってでそこで合鴨農法をこうやってやってるところを相鴨ちゃんが泳いでとか撮影したりとかそこでお米買ったりとかするんですけどもそれですらねアクセス稼げるんですよね。 まあそうやって世の中の何が起こってようが自分のアクセスにすることができるっていうのもポイントですしあの場合によってはね春なんてあるんですけどもツバメが飛んでるじゃないですか春によくねツバメが飛ぶとこ見かけるんですけどもツバメの巣にカメラを仕掛けてでしかもいろんな角度から仕掛けて放置みたいなのもすごいアクセスを取るんですよ。 ツバメがたまに巣から顔出してねピピピピみたいな感じで親スズメがこう餌を取りに行ってそれを餌をあげるみたいなところがずーっと流れてるんですけどもそのスズメの成長の記録ねちっちゃいのから大きくなっていってまた飛び出すところみたいなのがあるわけですけどもそれを毎日ねもう切らずに放送しっぱなしってやつもアクセス稼いで広告料がすごく入るんですよそうなるとねもう自分のうちにスズメが住み着いてもいいけどもどっかの例えば廃屋みたいなところに行ってスズメの巣があったらそこにカメラを設置してあと放置ですよ それでもね、稼げちゃうわけなんですよ。で、私もね、スズメじゃないけども、自分の家の庭にツバメが来るように、小屋に餌を置いといて、ずーっと撮影して流したことがあるんですけども、それですらお金稼げますからね。すでに人間が何かやるよりも、大自然の営みを撮影しておけば、もうお金になるみたいなね。それこそ、手間全くかかんないですから。カメラを設置して放置で OK なんですよ。で、ライブ放送とかしとけばいいわけですよね。で、これに転じてね、あのー、なんかこう、交差点の、 ところにカメラをつけておいて、個人でね。で、それをずっと流しっぱなしっていうのもアクセス取れたりするんですよ。一時期、感染症が流行った時に渋谷の交差点のところずっと撮影しっぱなしみたいな、そんなユーチューバーさんもいらっしゃいましたけども、それも強いアクセスでしたからね。だからね、なんていうのかな。もう世の中ネタに溢れてるわけですよ。だからこうでなきゃいけないっていうふうに思わずに、そして、 自分の好きな YouTube を見てそれを真似るのも大事なんですけどもそれも一つの形であってねで先入観に縛られると学んだことをもう一回自分で再現しようとするんですけども今お話したようにもうそんな気づかないネタってさまざまあるんですよしかも気づかないだけで既でに大量のアクセスを稼ぎながら今日もアップロードされてるんですよそんなのあったのみたいなのがそんなのあるんですよね交差点を取るとか ツバメの巣を通るとかか全く放置ですからねねこれねただ電気代がちょろちょろかかるだけなんですよまあですんで近所にねなんかそういうふうな小鳥ちゃんが近づくようなポイントがあったりとか何だったらねもう何の変哲もないドブをずっと撮影しておくそうするとたまに猫が来るみたいなねそれですらアクセスですからねいやほんと面白いですよね田舎の名もない池をずっと取りっぱなしても その池にたまにねポチャンとなんかが浮かび上がってきたりとか着水して、えー、それこそあのカモがそこに泳いでいたりとかっていうのもねそういうニーズもあるんですよね。はい、まあ、先入観に取られずにどんどん放送していきましょうってことです。で今回一個おまけでつけときますけどもあの私ね昨日ねあのベルファイアをちょっと事故ってねバンパー外れちゃったんですよね。 で、これはね、修理工場を持っていかないといけないなってレベルでした今のところねガムテープでぐるぐる巻きにして走れるようになってるんですけども所詮ガムテープですから走ってるうちに振動とかねいろんな、ね、雨とかで剥がれてくると思うんですよで剥がれたらもう走行不能ですからですんで早めに修理に持っていかないといけないんですけどもやっぱり YouTube で検索するんですよ例えばカーコンビニクラブバンパー修理みたいなので検索すると思ったよりも上がってないんですよねで私のレベルで事故ったやつってのは特にないんですよ だから今事故った状態の撮影しておいてどこどこが修理が必要だなみたいなねやっといてそれで見積もりを取りに行くところも撮影しておいて修理後のパーフェクトな状態も撮影して一つの物語にしてですね例えばカーコンビニクラブに持って行ったらこういうふうに綺麗になりますよとこのレベルがこうですよしかも料金はこれで納期はこれですよみたいなことが放送できるじゃないですか。 カーコンビニグラブって多分全国でその看板掲げてるとこがあると思いますんでまあ、結構貢献できるかなってところそれから町工場でもいいんですよ名もなき町工場でもこんなに腕のいい職人さんがいるよみたいなのとかあと逆にねここにお任せしたんだけど最悪でしたみたいな全部これ記録がそのまま動画のネタになるんで私ね車を事故った時にしまった30万かと思ったんですけどもでも逆にですね この事故で三十万ぐらい稼げるだろうっていう気持ちにもなってきたんですよですので今回他のちょっと目立たないところも一緒に修理していこうかなと思いますその模様はまたね別の動画でえアップロードしていきますこの気になるとこシリーズでも気になる事故ということでねスピンオフ作品作っていけるんじゃないかなとちょっとワクワクしてるところですねはい、というところでねあのー、今回はいろんなパターンの動画もう型にとらわれずに何でもいけるんだよと自分で作らなくてもしまいには人間がいなくてもそれは一つのシリーズになるんだよということです だから、岡井理子さんね、ワンちゃんのところ撮りながらいろいろ喋ってると思いますけども、ワンちゃんのところを撮るだけ、無言で音楽つけるだけみたいなのでも、多分これ動画コンテンツになるんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、今回以上でございます。タカさん、次の気になる男もよろしくお願いします。気になるやつでいきましょうね。はい。えー、で、最後に告知でございます。あの、タカさんがね、今ね、2週間3000円っていう YouTube の入門編作ってくれてますんで、これね、問い合わせた方がいいですよ、やっぱり。 だってここまで見てるってことは YouTube で何かしらことを起こしたいってことでしょう。うん。だから、あの、連絡したほうがいいです。本当にね。はい。じゃあ、以上です。いってらっしゃい。